いつもご視聴ありがとうございます。クイックアートの富山恭平です。今日のワンランク上のアイロンプリント講座、このワンちゃんのですね、服にパウダープリントで表現してみたいと思います。このパウダープリントですね、普通の T シャツ生地、一人着る T シャツ生地にこのインクジェットプリンターとアイロンを使って抜けるフルカラーができますよというご案内をしているんですが、当然まあ同じ布地であればですね、こういったワンちゃんの服にも表現ができます。ここにですね、ワンちゃんの名前を書いたり、イラストをつけたりとかっていうのが自由自在にできます。今ですね、このワンちゃんの服に対しにプリントしたいという業者様のですね、お問い合わせも少し日増しに増えてきています。今回はですね、この実際服を持っている方ですね、実際の飼い主の方がですね、簡単にプリントできますよというご案内をしますが、実際ペット服関連のですね、販売されている方も使えると思います。必要なものはですね、ここにあるインクジェットプリンターとアイロン、1万円以内で済むような設備でできますので、ぜひご参考にしてください。ではどうぞ。今回ですね、こちらの部分にプリントしたいと思います。イラストをですね、普通紙キレイモードで反転で印刷します。今回はこのですね、サイズ感ですので、小さいハガキサイズにですね、自身でカットして、それで印刷してみます。で、このように出てきました。次にですね、この PD シートにパウダーの粉をかけます。次に印刷したこの PD シートにこのパウダーをつけます。このパウダーなんですが、このパッケージの中にこのような袋の中に入っています。この中からですね、パウダーを取り出して、こういった普通紙の上にですね、紙の上に置いて作業するとしやすいですので、ご参考にしてください。また使い終わったパウダーはですね、またここに戻すことで使い回しができます。ではですね、この印刷した PD シートにパウダーをつけます。インクの部分全体につくようにしてください。はい、つけ終わったらですね、こちら。このようにしっかりデコピンをしてですね、落としてください。このように、ちょっとビフォーアフターがわからないぐらいしっかり落とす形で大丈夫です。で、このインクの部分ですね、触ると汚れてしまうので、余白の部分を触るように注意してください。では次に生地にプリントしていきます。服にプリントしていきます。ワンちゃんの服なんですが、私もですね、ちょっとあまり触ったことが少ないんですが、結構シワが寄りやすいですね。そういった作りになっています。一つのプリントするときには、この布地をですね、平滑にする必要がありますので、別売でてこういうラバースポンジマットですね、これはハサミで切れるものになっています。こういったものをですね、下敷きにして、でプレスすると平滑にしやすいです。じゃあこのようにアイロンがけしてみます。するとこのプリントしたい部分がこのようにフラットになったので、今からですね、このプレスするこちらがプリントしやすくなります。ではちょっとこれ平滑にしましたので、このプリントしていきます。一度置いたらですね、こちらずらせませんので注意してください。一度置いたらですね、アイロンの中温でこれさらっとアイロンがけをしてください。こうすることでもう紙が動くということはほとんどなくなります。仮止めになります。この後はですね、アイロンのプレスをぐーっと1回5秒間ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9回ぐらいですね、しっかりプレスしてください。プレス機をお持ちの方はですね、これ150度30秒ほどの1回のプレスで大丈夫です。アイロン掛けをする場合はですね、このように体重をぐーっとかけるようにしてください。端の方がですね、つきづらいですので、この端の部分をですね、アイロンの真ん中で持っていくようにしてください。これが終わって冷めましたら、剥がしていきます。では完全に冷めたので剥がしていきます。剥がす際ですね、端の方からですね、ちょっと慎重に剥がしてください。慎重にというですね、ちゃんとこの布地にインクがついているか、こ
このようにですね、ちょっと斜めから取って、ついていれば基本的に大丈夫です。この時に紙にちょっと残っていたりする場合は、このプレス不足が原因だと思いますので、再度ですね、戻ってアイロンプレスをしてみてください。ではこのようにプリントできました。生地もよるんですが、ここですね、少しパウダーのですね、少し残りカスみたいなものが出てきました。この場合ですね、こういった粘着テープ、まあ、こちらですね、布テープなんですが、それをこのようにペタペタすることで取れていけます。いかがでしたでしょうか。これは今回プリントしたワンちゃんのイラストです。このイラストの部分と名前の部分、インクの部分だけがプリントされています。綺麗な仕上がりになっています。使っていたですね、家庭用インクジェットプリンター、それ向けのですね、アイロンプリントシートなんですが、パウダープリントシート以外ではですね、貼ったような感じになってしまいます。弊社の商品もそうであります。ただこのパウダープリントシートになりますと、インクの部分だけが染めたような仕上がりになるので、綺麗なものになります。こういった薄い被膜とかそういったものがないです。ただですね、こちら染めたような仕上がり、柔らかい仕上がりになっていますので、ワンちゃんのですね、肌を痛めるとかそういったこともないです。またですね、使っているパウダーはですね、無害なものになっていますので、人体、ワンちゃんのですね、皮膚への影響もございません。洗濯の強度もですね、洗濯剣ロードが4、5級でございますので、強いです。なので、洗濯で落ちるということも基本的にはないです。こちらですね、飼い主の方がプリントをして楽しむということもできますし、販売される方ですね、ハンドメイド作家さんや、ペットショップの方もですね、こちらプリントをして作るということもできます。こちらですね、手軽な設備費用でですね、できます。パウダープリントシートの紙自体はですね、A4 3枚1200円になっています。ネットで販売していますので、説明文の欄からですね、ご関心いただけたら、こちらご注文お待ちしております。こちらですね、次回ですね、この、剣というこの名前の方ですね、少しメタリックのプリントをしていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。ご視聴どうもありがとうございました。